人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。君のこの先の人生は僕たちには想像もできないほど長いものになるんだろうね。そろそろか。それではお先に。私はもっと人間を知ろうと思う。弟子を取りませんか。俺の弟子なんだ。魔法は好き。ほどほどでございます。俺の何がわかる。私と同じだ。フリーレン、フリーレン、フリーレン、頼みましたよ。じゃあ行こうか。だからもう一度生まれ変わろうとも。それはフリーレン様にとって大切なことなのでございますね。わからない。だから知ろうと思っている。師匠はお前のせいで勇者一行の冒険がくだらないものになったって言ってたぜ。くだらなくてとても楽しい旅だったんだよ。私はみんなのこと何もわからない。私を知ろうとしてくれたことがたまらなく嬉しいのです。みんなとの冒険だって私の人生の100分の1にも満たない。その100分の1がお前を変えたんだ。同じ道を選んだ。それだけだった。はずなのにいつの間にかどうして方法を伝う涙の訳をもっと知りたいんだ。人は死んだら天国に行くんですよ。フリーレン、僕たちは確かに実在したんだ。きっと見つけられる。そうだね。